よし、はい、おまんでございます。佐渡伊藤酒店の晩酌151へ、酒のつまみになるかどうか分かりませんが、今夜も佐渡島からお送りします。4月の18日が明けて19日になったということで、もう真夜中なもんで酒を飲むのをやめようと思って、食い物の話151へ、1号の酒にこれわかめだったら酢の物がいいんだろうか、酸味の効いた酒にこれ酢の物にしてやるか、そういうことも湯がいて茹でて、あのめんつゆとマヨネーズでやるか、羊羹で食ってください。あんまりかまんで一気に飲み込んでしまうとそのまま出てしまいます。はい、これ関の、関崎わかめってやつか、これも本当に何つか質がいいというか、内容 100g って書いてあるんだけども、この実際もうちょっと入っとるみたいで、こうなんていうか、もう形もしっかり整うて、どこへ出しても恥ずかしいねえような、そういう代物です。まあ養殖だってことで、もう少しすると天然のやつが出るって言うんだけど、まあ養殖と天然とそんなに違いがあるのかよう分かりませんけど、まあ磯の香りたっぷり、そのお湯に入れるともうパーッと緑になって綺麗になるんですけど、そうな、酢の物とかなんだサラダとかおつゆか味噌汁にも最高の関のわかめ、100g 入ったのが税込み1000円になっております。これで、今日のお酒のつまみは決まりでしょうか、どんなもんでしょう。以上、佐渡伊藤酒店晩酌151へ、今日はわかめの話でした。関崎のわかめ、よろしくお願いします。はい。